オセアンの選手像スウェーデンのカールスクルーナにある海事博物館の選手像ホール選手像、またはフィギュアヘッドは選手に取り付けられた木彫りの装飾品であり、一般に船の名前や役割に関連したデザインのもの。16世紀から20世紀にかけて主流であったが、古来より同様のオブジェクトは存在し、また現代においても船将が同様の役割を果たしている。 アテネ国立歴史博物館にあるギリシャのブリークアレスの選手像選手像が一般的になったのは16世紀にガレオン戦に導入されてからであり、像を設置できる構造を持つことで初めて実現可能になったからであったが、例えば古代ギリシアやフェニキアのガレー戦の選手に描かれた目、古代ローマのガレー戦の選手に神々の彫刻をつける習慣。 西暦800年から1100年頃のバイキング船などのように古来から船舶の選手には何らかの装飾がしばしば施されていた。エジプト人は選手にフェニックスの像を置き、フェニキア人はスピードを表す馬を用いた。古代イギリシャでは鋭い洞察力とネーモーさを象徴するイノシシの頭が用いられ、ローマの船には 戦いの勇猛さを表す百人隊長の彫刻がよく載せられていた。北欧では蛇、お牛、イルカ、ドラゴンなどが用いられ、13世紀には優雅さと機動性を表す白鳥が用いられた。バイキング戦では歯が目立つ口や虫の目をした威嚇的な外観の選手像が用いられたが、これは悪霊を追い払うための役払いの一種と考えられている。 毎年恒例のファウンドウーパーゴダの祭事で用いられる仏像を乗せた儀式船にはカラウェイの選手像が取り付けられている。ドイツ、ベルギー、オランダではかつてクロボーターマンと呼ばれる精霊外視妖精が選手像に宿っていると信じられていた。精霊は船を病気や暗礁、嵐、暴風などから守るとされ、船が沈没した場合には船員の魂を 死者の国へと導くという。そのため、もし精霊がいなければ、船員の魂は永遠に海に囚われると、オランダの船員たちは信じていた。同様の信仰は、初期のスカンジナビア半島のバイキングたちにも見られた。植民地時代以前のコンバウン朝、ビルまでは王室のメンバーごとに割り当てられた王室御座船を区別するために、それぞれの船の全部に特定の神話を示す。 選手像を取り付けていた。17世紀から18世紀にかけて、選手像に用いられたモチーフは聖人を表現したものから、イギリスの船舶で人気のあったユニコーンやライオンといった愛国的なシンボルまで様々であった。王室や海軍の人物にちなんだ船名の場合には、その人物の闘像や胸像が用いられることもあった。船尾の装飾と同様に、 船首像の目的には、識字率が低い社会で鮮明を示すといったものが、多く、海軍の船の場合には常に、船首の富と力を示すというものであった。バロック時代の最盛期には、重さ数トンの巨大な船首像を、バウスプリットの両側に取り付けた船舶もあった。巨大な木から掘られ、船体の最前部に取り付けられた、船首像は、船の高校生に悪影響を及ぼすものであった。 この問題とコストの側面から18世紀に入ると、選手像は劇的に小型化され、1800年頃には完全に廃止されるケースも出てきた。ナポレオン戦争後に復活したが、それまでの大型の全身像ではなく、腰より上の胸像である場合が多かった。1850年代から1860年代のクリッパー戦では通常、 完全な選手像を持っていたが、これらは比較的小型で軽量なものであった。選手像が一般に用いられていた末期のものは、高さは約18インチから9フィート程度であった。HMS ウォーリアの選手像。HMS ロドニーを除いて、HMS ウォーリアと姉妹戦、HMS ブラックプリンスは、選手像を持った最後のイギリス戦艦だった。 インペラトール号の地球儀に乗ったワシの選手像、USS ランカスターのワシの選手像選手像は、軍用保船と共に消滅した。加えて、昇格の流行により、戦艦には選手像を取り付けるような場所がなかった。この例外は、HMS ロドニーで、イギリスの戦艦で最後に選手像を持つものになった。イギリス海軍の小型船は引き続き選手像を持っていた。 最後の例は、1903年に浸水したスループ船、HMS カドマスの可能性がある。初期の蒸気船では、選手に金色のスクロールワークや紋章をつけることがあった。この習慣は、第一次世界大戦頃まで続いた。1910年に就航した、ドイツの定期船インペラトール号には、地球儀の上に立つ、わしの大きなブロンズ製の選手像が取り付けられていた。 この選手像によって数フィートの長さが加わり、インペラトール号は浸水当時に最長の船舶であった。現在でも軍艦においては、艦名や役割に関連したユニークなデザインの大きなプレートを艦隊上部に取り付けることが一般的な慣習となっている。例えば、イギリス海軍の42型駆逐艦はイギリスの各都市の名を冠しているが、 それぞれの管にはその都市の紋章を描いた干章が取り付けられている。小型船ではビレットヘッドで代用される場合がある。これはより小さく形を問わない彫刻で多くの場合、螺旋状の墓ざりをあしらっていた。ありがとうございます。